相模原市が送る広報番組純粋都市相模原。今回はアートラブ橋本で行われているギャラクシーラブの模様をお伝えします。アートラブ橋本は近隣にある美術系大学との連携によるワークショップやまちづくり活動などを通じ、先進的かつ実験的な取り組みを行うために今年4月にオープンしたアートの拠点。そしてこうした大学と自治体の連携した取り組みは全国的にも珍しいものとなっています。アートラブ橋本では美大生や若手作家、そして市民や企業などが連携したさまざまな企画展が行われています。そのオープニングイベントが初めましてアートラボ。数百人の小学生が一コマ一コマを描いたアニメーションや美大生と小学生のコラボレーション作品がおよそ2ヶ月にわたり展示されました。次に行われたのが、何か夢中になる心情や状態に着目した学生企画による展覧会、ぞっこんの法則。また9月に行われたのが、風景をテーマに見るという行為に着目した展覧会、風景館。来場者が自身のものの見方や身の回りの環境について改めて考え直す機会を与えてくれた展覧会となりました。そして今回ご紹介するギャラクシーラブ科学もアートも宇宙が好きは、はやぶさのふるさと相模原で注目されている宇宙をテーマとした作品を制作する企画展。そして今回のこの企画、 JAXA の協力で実現した企画展で、子どもから小中高校生、大学生、作家、科学者、そして市民が知識経験の中で宇宙を表現しました。11月25日まで開催されるギャラクシーラブは、 JAXA による宇宙関連パネルの展示をはじめ、はやぶさのイメージイラストで知られている池下明宏さんのイラストの展示、そして連携大学による宇宙をさまざまなテーマで捉えた作品の数々が展示されています。また同時に開催されたワークショップでは、宇宙や地球の色をテーマにした絵はがき作りなどが行われています。すごい面白いです。休日無料で過ごせんでいいかなみたいな、こういう発想があるんだっていうきっかけをね、私たちにこう体験させてくれる、ここってすごいなと思いますね。相模原市というのは非常に美術文化に恵まれた町です。非常に美術や美術系の大学が多いのですね。その美大生たちともう10年ほど前からいろいろな活動をしてきました。そしてですね、この機会に実はマンションの販売センターという非常に変わった構造の建物をですね、手に入れることができました。ここでその美大生たちと一緒にいろんな活動をして、それを市民の皆さんとか子どもたちとか、高校生たちとかですね、一緒に連携をしながら街を作っていきたいと思いました。それがアートラボです。子どもたちが参加したり、市民の皆さんが参加したり、あるいは作家の人が参加したりして、いろいろとですね、楽しい企画を作っておりますので、ぜひ皆さんも一度アートラボにお越しください。アートラボ橋本ではこのような市民参加型のイベントや企画展を実施しているほか、エキシビションプログラムとしてアートに関心を持つ学生を対象にした展覧会を作るための長期型のワークショップを実施し、作家を志す学生とプロデュースに興味のある学生が、また美大生と一般大学生が一緒になって展覧会を作る貴重な体験の場を提供しています。今後も美術系大学などとの連携によるワークショップやまちづくり活動などを通じ、アートによる先進的実験的な取り組みを行い、この街をアートの街へと変えてまいります。